こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、テクニカル仕様を使わずに、モブキャストの値動きを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。分析時期につきましては2019年7月13日、時間軸につきましてはスイングとなります。本動画を使用される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、それではですね、いつものようにモブキャストを分析する上での前提についてね、確認していきたいところだったんですが、実はね、いつも使っている証券会社がですね、システムメンテナンスをね、実施中でありまして、今現在ですね、13日の9時から14日の21日まで、ログインを含む、ね、全サービスが停止しているということで、若干ね、いつもの、内容と変更して、情報を発信していきたいと思います。まずね、これはいつもの通りになりますので、掲示板の投稿ランキングの方から、確認していきたいと思います。モブキャストにつきましてはですね、掲示板投稿ランキングですね、43位ということで、若干ね、微妙な位置なのかなというね、ところであります。あとですね、ティック回数なんですけども、8561回とですね、この順位の割にはね、結構、多くのね、約定回数があったのかなというね、イメージを持っております。あとね、新予算のみなんですが、現在のところですね、これを見る限りは買い算が増えているものの売り算が増えているので、倍率がね、若干ね、良化してきているのかなというね、感じに見えますね。ということで、若干上がりやすい状態になっているのかなというイメージを持っております。分析の、ね、前提については以上になります。はい、それではですね、早速分析に入っていきたいと思います。いつも使っているツールが、ね、使えないということで、相場の原理原則が使えるトレードステーションで、ね、分析をしていこうと思ったんですけども、トレードステーション側もですね、何かしらのメンテナンスがあるみたいで、今現在ですね、相場の原理原則が、ね、使えない状態なんですよね。ということで、本当にチャートのみの、ね、分析で値動きを予測していきたいと思います。それではですね、気を取り直して、チャートの方入っていきたいと思います。はい、現在ね、ご覧のチャートは2019年7月12日現在のモブキャストのですね、月足チャートになります。早速ね、左下の方にありますね、サポートとレジスタンスの方ね、分析していきたいと思います。まずね、サポートの方からね、描画していきましょう。まずね、サポートにつきましては、250円付近にですね、意識されるサポートがね、あるのかなというね、認識をしております。続いてですね、レジスタンスの方に行くんですが、レジスタンスにつきましてはですね、まず408円付近にですね、機能しているレジスタンスがあるのかなというね、認識であります。あとですね、最後のレジスタンスなんですけども、一番これ強いと思うんですが、750円付近にですね、非常に機能しているレジスタンスがあるのかなというね、認識をしております。先ほどね、この機能している回数を見ても分かりますように、408円とかね、250円に比べてもですね、非常に強度が高いので、ここの750円につきましてはですね、誰もがね、意識しているのかなというイメージを持っております。なので、おそらくね、一発で抜くことはないのかなというね、イメージを持っております。でですね、引きで見ますと、チャートパターンができているんですよね。で、一度チャートパターンをチャート上に描画していきたいと思うんですが、今現在ですね、トライアングルの形になろうかなという、ね、状況になっております。なので、もしかしたらね、ここで、750円付近まで戻してくる可能性もあるんですけども、ただですね、750円付近につきましては、先ほど分析をいたしましたように、非常にね、このポイントは強いので、ここでですね、買い方の売りとですね、様子見の売りが、ね、入ってくるので、ここはね、売り圧力が非常に強いのかなというね、イメージをすることができます。なので、おそらくここら辺まで来たらですね、結構深い押し目をね、形成してくるのかなというね、イメージを持っております。月足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ね、ご覧のチャートは2019年7月12日現在のモブキャストのですね、週足チャートになります。早速ね、月足で分析をいたしました。サポートとレジスタンスをですね、トレンドラインの方をですね、週足チャートに描画していきたいと思います。今ね、これが、ね、描画した状況なんですが、このね、これが今ね、サポートとレジスタンスの、ね、位置づけであります。でですね、引きで見ますと、今チャートね、チャートのパターンここにね、できてるんですよね。
でここで揉み合いができているので、ここの揉み合いを、ね、上抜けしてきますと、まあ、チャートボタン的にはですね、おそらく400円から450円あたりまでね、伸びていくのかなというイメージを持っております。ただここね、ひげで割ってるので、これがね、地上に上抜け失敗と取られる可能性もあるのかなというね、イメージを持っております。週足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ね、ご覧のチャートは2019年4月12日現在のモブキャストのですね、日足チャートになります。もうね、サポートについてはね、もう描画しているので、次に入っていきたいと思います。このね、チャートを引きで見ていきますと、現在ですね、このポイントで、揉み合いになっているのがね、確認できるかと思います。で現在ですね、この黄色い破線を上抜けしてきてるんですが、まあ、一回上抜けしたんですけども、現在ね、この黄色い破線の上部のところまで押し戻されているという状況であります。でですね、これで問題になってくるのが、この、ね、上抜けが本物かどうかなんですよね。でこれの上抜けが本物であった場合については、先ほど分析をいたしました400円から、ね、450円あたりまで円盤、ね、上昇していくのかなというイメージを持っております。反対にですね、上抜けがね、これがね、この黄色い破線のところ枠内に戻してきてるよというねことで、騙しになった場合については280円から、ね、300円ぐらいまで、調整が入ってくるのではないのかなというね、イメージを持っております。モブキャストの分析につきましては以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、若干のトラブルがあって、いつものね、状態で動画を配信できなかったんですが、まあ、いくつかね、皆さんのためになれば幸いです。まあ、今回ね、ここの動画では登場しなかったんですが、まあ、相場の原理原則というね、非常私と同じね、全く同じ尺度を持つツールを一応ね、レンタルをしております。詳しいことはね、概要説明欄にありますので、参考にされる方はね、どうぞ訪問していただければと思います。もしね、この動画を見ていただいた方で、ためになった、あるいは面白かったという方ですね、チャンネル登録と高評価のいただければ嬉しいです。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。